イコタイムじゃん、みんなでじゃん、笑おうじゃん、七時からはい。え、すごい。すごいじゃん。すごいじゃん。はい、ということで皆さんこんばんは。イコアラブです。声大丈夫？今何回の声です。はい。はい。しょこと滝脇しょうこです。しょこー。はい、いおりこと野口いおりです。いおりいおり。はい、のんのこと佐竹のんのです。のんのー。はい、それでは始めましょう。はい、せーの。イコタイム始まったあ、ありがとうございます。本日は第50回イコタイムをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この番組、この配信は私たちイコールラブが明るく元気にトークやいろんな企画に挑戦する憩いの時間イコタイムです、はい、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。今日の進行は私梅口よりでお届けします。天才、お願いします。イエーイ、上手だよこの段階でもうねプロだよ本当に、うん、そう、ここ新スタジオになりました。かわいい、なんか家みたい、ね、かわいい、おしゃれ。こいつもいるよ。かわいいでしょ、クマ。かわいい家聞いてた触れてくれないのかなって触れましたね。ありがとうございます。こんな感じのね、おしゃれな雰囲気でやっていきたいと思います。はい、楽しみ。はい、では現在のランキングを確認していきましょう。はい、ちょっと目が悪いんだよ、ね、あ、野口もちょっと目が悪くてですね。ちょっと目が悪くてですね。え、ショーコも悪いの？コンタクトしてるよ。あ、そっか。5位、5位、かやったんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位はよっさん。4位だから4位じゃない？よ、そういうこと本当に？わかんないけど。ありがとうございます。3位はポチさん。ポチさん、ありがとうございます。ワンワン。で、2位が野口さん。ありがとうございます。一緒や。1位はひろさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで拡散タイム、はい、この配信を一人でも多くの人に見てもらうために、今からツイッターで告知ツイートをするので、皆さんリツイートよろしくお願いします。お願いします。リツイート、リツイート、あ、そっか、撮るのか今。何が何する？何する？ 50。 あ、そうだ、50回です。今回はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、どこだ。じゃあということで、はい、はい、それでは今日の企画に行く前に、はい、まず前回のね、メンバーから私たちへのお願いを聞くお願いタイムをやりたいと思います。はい、前回のメンバーからのお願いは皆さん何でしたか？何ですか？怖い。怖いね。怖い。怖い、怖い。誰も言ってくれない。忘れちゃった。言ってよ。前回がさ、すごいメンバー、さっきさ、オープニング、ねね、めっちゃ良かった。めっちゃ良かったから。最初何か分かんなかったけど、キアラになってた。ね、あ、来てるよ。エンディングを作るのを作る。前回オープニングだから今回エディングって。でもさ、プランゼロよ。ゼロ、何もないよプランゼロ。ちょっとあるだけでプラスになるから。そう、どうする？するでもなんか曲、いこうだよね。曲でエンディングっぽい曲、うん、でもさっき言ってたじゃん、ダイヤモンドリー。言ってた、ダイヤモンドリー。ダイヤモンドリーね、ダイヤモンドリーで、うん、としたら時間は駆け足過ぎてく、そっから、そっから会えなくなるんだね最後なんか考えた？なんも考えてない待って最後のいい子カードいい子カードあ、でもいいんじゃない？あの毎回あるやつだし ね、 そうね、確かに最後のいい子カード全然意味わかんないよね、意味わかんなくなる。え、どうする？むずい。でも私はちょっと考えたのがある。何？なんかずるいよずるいねで、うん、終わるよー。あ、終わるよ。終わるよ。いいじゃん、いいじゃん、それにしようよ。さっきぼーっとしながらずっと流れてたじゃん、うん、なんか考えてた次にさせて急に終わるよ。でもさ、最も愛されるさ、あの番組だからいいんじゃない？そうだよ、気にさせて急にいなくなるね。そうだよ、好きはごめんなさい。じゃあ私終わるよ係したい。え、じゃあ
歌ってもらって何ボイパ歌おうよぶつくぱつくじゃあそこだけ終わるとかに変えればいい確かにそれともなんかそこの間もなんか分次にすてきにいなくなる終わるね次なんだっけ星すれきのまたどうするどうしようちょっと難しくないえでもじゃあ好きにすてきにいなくなるずるいね次はゴール知らずに走るってでありがとういニコタイム埋めてくれた人あーいいじゃん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 いいいいよまだ思ってるあいいおいじゃんいいできたんだできたんだででであリハ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 しようじゃあ私終わるよどうする気にさせて急にいなくなる好きはゴール知らずに走る2人で歌えばあそうだね私は終わるね OK シールありがとうもう会えもうあ違うありがとうリコタイム見てくれたボロ丸今もまだ思ってるはいじゃあいくよいくよせーの終わるよ好きにさせて急にいなくなる終わるね好きはゴール知らずに走る終わるよありがとう終わるねリコタイム見てくれたいと今もまだ思ってるまあでもまあめちゃめちゃ最後みんなで最後はじゃあ今もまだはみんなで OKOK、はい、本番ね、はい、本番よし本番めっちゃ可愛いみたいな来てる何がなんかクマみたいなあクマがねあそっちねそうゆかちゃんえ始まるあいやどうぞ始めよう待っていくよって開けていくよ行きます、うん、せーの終わるよ好きにさせて急にいなくなる終わるね好きはゴール知らずに走る終わるよありがとう終わるね仕事でもあちょっと待ってちょっと待ってぶつよ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 もう一回やる書けば書きます書きますそうですねあ本当に申し訳ございませんちょっとみんな見てる生きてる行かないよちょっとどこにもごめんね私だけみたいな感じになっちゃってるけどいるよみんな惜しかったね好きにさせてで好きはゴール知らずでありがとうリコタイム見てくれた人リコタイム見てくれた何これ今までてんてってん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 か危ないからねはい服についたら怒られるよ ぶつよぶつよぶつよはい OK ですはいはいじゃあ何はい始めるうんじゃあ次こそ本番いきます準備はいいせーのえいえいおおはい困っちゃったいくよせーのなんだっけ終わるもう一回もう一回終わるよ終わるねはい終わるよ好きにさせて急にいなくなる終わるね次はゴール知らずに走る終わるよありがとう終わるねエコタイム見てくれた人今もまだ思ってるおーいいんじゃないできたできたいいいいいい完成やった完成いいんじゃないみんなも喜んでるよそうだねありがとうございました、ね、付き合ってくださってありがとうございますもう何回目かねありがとうございますじゃあ完了だね完了ということで楽しみ今日終わるのいつから終わるの楽しみってあれだけど今日さもう反映されるのあ来週から来週か皆さん来週のイコタイムね絶対見てください見てくださいお願いしますあ次回のイコタイム見てくださいお願いしますはいそれでは続いての企画に行きましょう、はいはい、お話タイムはい、最近の出来事をみんなでお話しする時間です、はい、皆さん最近のグループのお話何かありますか最近はこの衣装ね、うんうん、あれなのジャケ写以来に来た、あそっかそう、ね、そういえばさあのジャケ写の撮影の時に私がねショコが可愛すぎてショコって抱きついたらここにショコのリップがついて今もね本当だ消えてないあでもなんか見えないかなんか良くないそういうのここにね
あ、見える？え、もしかしたら見えるかもしれない。これがショコの後です。ショコの名残ごめんね、みんな。ショコマーク、ショコマーク、ショコマークついてるんだ、思い出の品。いいね、消えてないんだね。消えなかったんだ、いいよ、消えなくて消えたくない。誰がよりか分かる、逆に言ってほしいんだよね。ショコの名残があるからね。あとね、あのこの前ね、ほら広島での皆の世界があって、うん、あ、行きたかった。昨日だ昨日ありましてでもさ、台風の影響で大阪の、そうだね、司会がなくなっちゃってすごい残念だったんだけど、うん、でも広島でできてよかったなっていう安心感がすごいあったので、よかったね。また大阪行けるように、はい、みんなで頑張りますので、ね、楽しみにしててください。皆さんと大阪行きます、ね。うん、そうだね、全役を楽しみに していただけたらなって思います。はい、あとはもうあれかな、広島なんか食べた？え、食べた、めっちゃ食べてたじゃん。めっちゃ食べた。なんか見たけど写真とか、ね、うん、なんかどんな具体的ななんか味とか味伝わんなかった。揚げもみじどうだった？え、求めてる味なんか味の感想をちゃんと言ってほしい、うん、あ、本当に、うん、じゃあお好み焼きをね、うん、その食べたんですよ、うん、広島のお好み焼きを、うん、で、一つがもうチーズたっぷりのお好み、見た、え、美味しそうだったもう一つが、うん、お餅の入っ再現して現あ、食べてるみたいな、食べてるの。じゃあまずチーズね、チーズ、はい、切ります。うん、飲めるよりさ、チーズ飲めるよりさって言って、口に入れます。おいしい、チーズいいなってなるやんか。で、次にね、中にお餅が入ってるやつが入った、うん、買ったんです。買った、食べたんですけど、切るじゃないですか、うん、もうお餅が柔らかいから切れないの、うん、この焼きがで、お餅だって言って、お餅だって言って切って、はなちゃんお餅だねって言って、はなちゃんね、はなちゃんね、食べようねって言って、みんなでいただきますって食べるじゃん、うん、お餅だあれもうさ、それがね、味の感想よりさ、もうお餅だ、チーズだ、チーズだえ、でもなんかお餅にもチーズが入ってたから、うん、なんか、じゃあ満足感だった。いいな。で、まあ、牡蠣のやつも食べたんですけど、うん、ちょっと野口が牡蠣、いいな、はい、好き、牡蠣、牡蠣好き、食べたことない。大人、牡蠣好きだよ。何味なの？あたし牡蠣の味、牡蠣の味、海鮮、海鮮、再現して、牡蠣の味再現して、牡蠣があって、うん、あ、ゆりさん牡蠣だよって、すごい、ね、磯の味上手、上手、伝わったもん、磯の味いいわ、磯の味だわ。チーズなんだろう、牛乳の味、父、うん、ぶちよ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 、まあ楽しそうでよかったよ、頑張りますね、楽しかったね、楽しかったね。今度はライブでみんなで行こう。そうだね、みんなで行ったら、広島ショコラってやつも、ショコ、あ、違う、チョコラチョコラちょっと期待しちゃうじゃんショコラかな、広島チョコラもすごい美味しいので、皆さん食べてみてくださいね。今度食べたい、食べたい、はい、あとはなんかあるかな、なんかなんだろうね、ツアーとかもね、そうだね、あるから、こう出せばいけないのか、そう、あ、大阪あるね、ツアー、そう、大阪ある、楽しみ、年明けてるの初めて、そうだね、仙台とか、うん、福岡でもあるし、仙台初めて行く、そうだよ、牛タンだよ、牛タン、牛タン食べたい、ずんだも食べたい、ずんだ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 、あとはあ、もうすぐラグーナ、ああ、そうですね、今週だね、もう、うん、そうだ、ね、来るっていう人なんかいっぱいいそう、来ますか皆さん、行くよって方、来ますか、ラグーナ、はーい、ラグーナ、ちょっと目が見えない、行くよって、おっ、やった、あ、天気がそう、雨なんだって、 あれそう、外だから、そっか、あ、その日？その日。やだ。予報は雨らしい。ちょっと晴れさせよう。イコラブ結構晴れるから。確かに。イコラブ今から晴れるよ。本当かよ。本当かよ。晴れてください。はい、晴れてお願いします。ね、じゃあ、ユーザーさんの話、うん、何かありますか？ね、何かありますか最近？なんだろうね。なんだろう。時期的になんだろうね。晴れるよきっとだって。晴れるよ。いよりの子。晴れ女たくさんいる？イコラブいる？たくさん。晴れ女の人。私晴れじゃない。雨。わかんない。私も雨かな。雨だ。おかしいな。じゃあうちらはやめよう。私たちが行くのやめればいい。二人いなくなって。そうそう。あ、明日からテストとか、あと1週間もテストとか。テストで赤点取っただって。え、早いねもう。赤点取らないで。
バズよバズよでも赤点取ってもそれは悪いことじゃないから、赤点取るっていうのはしょうがないことだから、だから大丈夫だよ個人配信みたいになってる。本当に私赤点よく取ってたの。え、うん、頭いいんじゃなかったっけ。なんか勉強しない日もあったんですね。数学とか苦手だった。今日カラオケでイコラブめっちゃ歌った。嬉しい。何歌ったんですか。何かな、なんだろうね。ね、実際歌う。歌う。あ、歌うの。歌わない。あの、あんまりそもそもあんま行かないけど、一人で行くときは結構イコラブの練習みたいな。あ、なるほど。自然ね。偉い。やっぱそう。偉い。大学の合否が強化したで、ね、もうそんな、そっか、もうそういう時期だね。そうだね。大学とか。じゃあ同い年だ。私と。あ、そっか。ショコは、ショコは、ショコはもういい。あ、いいよ。考え深くない。なんかさ、もうさ、ショコも大学生になる年なんだよ。そうだよ。だからショコが大人になるとなんかねえ、ダメだよそうなんですよね、はいでも言われだってもうすぐ二十歳じゃん。そうだよ、大人だよ。お酒飲め見えないよ。ダメ、なっちゃう。なります定期公演の裏話。あ、どうですか。定期公演、定期公演裏話。裏話、フルーツいっぱい食べた、うん、ピノもいっぱい食べた、うん、あとなんかやっぱりそのみんなね、理由、何かと理由つけてはツインテールしたりとか、ね、はじけてました、ね、久しぶりの。私だって初めて反省した。そうだよ、本当に可愛くて。超可愛かったよ。なんか妹から LINE 来たもんなんか翔子この路線で行った方がいいよどういうえ、でもなんかもうこの可愛い路線にね、なんかもうずっとだからぬいぐるみをさ、目がバレるんで、ね、ここがボタンになってるぬいぐるみを持たせたいってずっとみんなで言って言ってた。可愛かった。そう、のんちゃんプロデュースしてくれたんだよね、うん、そうだ。でも、え、でもさ、最初さ、クマしてって言ったんだよね。クマさんしてって言われて、ヘアさんのところ行って、うん、あの、しようと思って途中まで行ったんだよ、うんうん、ツインテールで、うん、え、これの方がいいよって言われてのんちゃんに確認しに行って、これ許可を取ってね。あの髪飾りもキャタンのにして。あ、そうか。それものんちゃんが選んでくれたの。全部選んだのか。やったさすがプロデュース能力の高い、うん、でもいおりちゃんのねツインテールがちょっとね、個人的には、え、結構お気に入りよ。私、え、嘘だ、めっちゃ可愛かったよ。なんかね、人類で一番似合ってたよ。それは嘘、ほんと今やりなあー、かわいいなんか投げ飛ばしたい、ね、えいいじゃん、いいじゃん。だってさ、ちっちゃい子、かわいい子投げ飛ばしたいって結構言うじゃん。あ、でも、わかる、わかる、ね、わかる、蹴りたくなっちゃう。なんかやめて世に投げ飛ばさせて、今度。あー、うん、背負い投げさせてはいはい、以上答え、お話タイムでした。お話タイムでした。ちょっと長かった、大丈夫、ね、次行きましょう、はい。今日はですね、そんな今日はこんな企画をやります。はい、アドリブ曲紹介タイム。イエーイ、初めてやる。そうですね。どんなルールなのかと言いますと、はい、アドリブ力が試されるこちらの新企画を、今から1人3分ずつ、ユーザーさんから来たどんな曲のタイトルに対しても、はい、本当に実在するイコラブの曲のように、うん、その曲の聴きどころなどを語ってください。ほう、例えばね、恋のミネラルウォーターっていう曲が来たら、恋のミネラルウォーターが自分の持ち曲だと思って思い存分語ってください。お、残りの、そうだよ、残りの2人が記者となって記者となってどんどん質問していきます。じゃあユーザーさんが曲名を送ってくれないとダメってことね。そうです。なんか不思議な曲名で、2人がね、結構何でもしていい、もう何でもしていいんですよね。じゃあ何でもし、何でもあり、何でもしていいの質問でやりましょう。あ、じゃあやる順番を決めていこうか。待って、待って、勝った人、負けた人、じゃあ負けた人から。オッケー、最初グーチョキポイ。はーい、せーの、最初グーチョキポイ。はーい、声がでかい。じゃあやだ、1、2、3。うわー、できるよ、よりなら。できないよ。ちょっと、見せて、お手本。いおりの、いおりだったらできる。できるよ。できるよ。そうだよね。ちゃんと頑張ります。じゃあ、はい、じゃあ皆さんコメントお願いします。送ってください。あー、私たちがでもにかかってるんだよね。そう、引き出さないと。そうだよ。どんな曲でも、あ、牛乳。ちおりさん、あのイコールラブの牛乳という曲なんですけど、はい、始まってんの。でもどうですかね、あの
あの聞きどころとかなんかありますか？そうですね、やっぱ牛乳といったら好き嫌いの分かれる飲み物といっても過言ではないと思うんですけど、すね、この曲はどちらの皆さんにも共感してもらえるような素晴らしい楽曲になっております。どんなサビなんですか？そうですね、すごいこう味とかに関する話じゃなくて、牛乳という根本的な、ね、牛さんというところから始まりまして、もう牛乳もももも牛乳とサビになっております。でも一緒に踊れるのかな？あ、そうなんです。いいですね。そうなんですよ。最初にあの牛乳って聞いた時、題名牛乳だよって聞かれた時にどう思いました？ちょっとこう昭和っぽいななんて、もう令和になったのにななんて、レトロな感じ、そうレトロな感じだなと思ったんですけど、逆にねそれが素晴らしいんじゃないかなって。老若男女ね問わず、はい、あと、そして白熊とダンスという曲も出したみたいな、あ、カップリングですね。カップリングで、そうなんですよ、あの有名な作曲家さんがね手掛けてくださった曲になっていまして、白熊って言ったらどんなイメージをお持ちですか？なんかでっかくて白いなって寒い場所にいる、そうなんです。そんな白熊が踊ってしまうんですよ。キャラクターとしてなってるんですか？そうなんですよ。もう実際に白熊が踊ってみたらこうなりますよっていう曲になっておりまして、つまり氷が溶け、氷がもうバラバラ割れてしまって、はい、結局白熊は沈んでしまうという曲なんですけど、かわいい、そう、切ない恋愛ソングになっています。恋愛の好きな、あの好きな曲、あの歌詞とかフレーズありますか？そうですね、トドと出会って8年目っていう歌詞がありまして、8年も経ったの。そうなんです。でもずっと恋人同士だったんですよ。でも結局やっぱさ、あの食べちゃう、トドは食べられる存在、そうですよね、なんで白熊からしたら、ね、食べてしまう存在肉食なので、ね、でもトドを愛しているから食べないでいたんですけど、トド好きだって言ってダンスを踊ったら、まあ溺れてしまうので、そういうなんか切ない、この歌詞の一部にこんなにも愛情が含まれてるよっていうことで、そうなんですね。胸が苦しくなります。今回のあの曲で、あのポーズがあるって聞いたんですけど、白熊とダンスポーズっていうのがあるって聞いたんですけど、どんなポーズですか？白熊とダンスポーズ、白熊が必要だったら、もし必要だったらポーズか、私は何役をすればいいですかね？だもうそのだ、あのダンスの中に入ってるようなポーズなので、はい、ダンスの MV でね、結構キューチャーだったと思うんですけど、なるほどね、アップだったと思うんですけど、はい、カットがね。ではトド、違う、白熊とダンス、素敵なポーズをお見せしたいと思います、はい、ではいきます。3、2、1、終了。めっちゃうまい、めっちゃくない、ちょっとつまんなくない？めっちゃくない？めっちゃ面白かった。次が怖い、次がちょっとね、プレッシャーで怖いよ本当に。まあこういうことですよ皆さん、こういうことか、これがプロか、プロだ。じゃあ次翔子いく？はい、頑張ります。結構手触れてやばかったけど、ね、緊張した？うん、かわいいね。あ、よかったよかったよかった、うまいよ、ほらいっぱい来てる、よかった、ハードテスター。じゃあ、じゃあ行く？翔子ちゃんいいですか？はい、心の準備、はい、お願いします。よーい、スタート。何がいいかな、何がいいかな、あ、南の波北の滝という曲が今回発売されるということで、はい、どういう曲になっていますかね？こちらはあの私が滝脇ということで、はい、その滝をね使わせていただいて、歌詞、あのタイトルにも入れていただいて、あのイコールラブさんはあの木原助けに来たぞって言って、木原が入ってると思うんですけど、ね、はい、私の場合は、あの滝っていう、こうやっぱ名前だと印象的になるじゃないですか。そうですよね、だから滝を入れていただいて、あとは曲の中にこう滝の音、音が入っていて、あの割と最初に聴いた時は爽やかな曲になってます。すごい、ちょっとあの踊ってみてほしいんですけど、確かにちょっと見せていただいてもいいですか？それではじゃあサビのところでね、お願いします。いきます。南の波北の滝っていう、だって結構簡単になってるので真似しやすいと思います。南の波北の滝です。なるほど、もう完璧ですね、覚えてしまいました。じゃあ南の波ってどこの、波を
想定して の, あの私は横浜出身なんですけど、はい、あの神奈川県のこう下の方の南の暖かいところ、神奈川県の下なんだ、はい、まあ日本でも下ですね、日本でそう日本としても南です ね, そうですね、日本中心の曲になってます。素敵ですね。そしてもう一曲、はい、恋するホットプレートという可愛らしいですけど、そうですね、私料理がすごい得意 で, そうです、ね、カップリングとして作っていただいたんですけど、あのこの個人のショールームで、うん、あの料理配信をするときにホットプレートを主に使って、うん、あそうですね、よく見てます。それがきっかけで、うん、恋するホットプレートっていうタイトルをつけていただきました。恋するっていうのはなんで恋する？お確かに、なんかもう私ともうホットプレートさんがもう結婚の勢いであら、えもうショールームで料理配信するたんびにもうホットプレートさんが出てくるので、あじゃあそれぐらいの気持ちですね。翔子の恋人はホットプレートということで、あもうそれぐらいの気持ちで歌ってます。えちなみにホットプレートは男性ですか女性ですか？まあ私が女性なので、はい、イメージは男性です。男性として作っていただきました。えじゃあちなみにどんな感じの男性像ですかホットプレートさんは？ホットプレートもちょっとそうです、ね、結構黒目なんですけ ど, なるほど、私よりかは黒いです、うん、あのすごい日焼けされていて、あそうか、湘南、はい、火でちょっともう結構もう暑い、もう心から暑い、見た目も暑いんですけど、いいす、ね、心から暑くてもう私のことも愛してくださって、めっちゃいい、しかも料理が上手、はい、いいホットプレートだ、いい、ね、結婚したい。なるほど。そしてもう一曲が、はい、シューマイサンバという、はいこちらはですね、あの、うん、他の2曲とは違って、うん、結構もう激しめな元気いい曲になって、やっぱサンバなので、歌ってほしいな。そうだ。ちなみにどんなサンバになってるのか、うん、あのポーズがあって、うん、こういうポーズがあるんですけど、ありましたショコラさんの、これシュウマイが元のポーズなので、もともとはシュウマイのポーズなので、うんうん、はい、これが入っていてなんか。こういう感じになってます。でもこれも真似しやすいと、ね、そうです、基本的に3曲とも真似しやすい感じになってます。確かにこれはコールも入れやすそうな、はい、なんか盛り上がりそうな感じ、ね、になってますね。じゃあちょっとあ終了すごい茶番だね茶番感ですよなるほどね、面白いシュウマイサンバちょっとね好きになればいいのになって思った次6枚目に入っているのかどうか、ね、シュウマイサンバお願いしますね。お願いしますよ。ほらみんな、なんかみんなあるんじゃない、私たち。やった嬉しい。怖いもん、ね、だ飲んのは大丈夫でしょう。大丈夫ですね。ちょっと期待してます。期待して期待、はい、行きたいなと思うので準備はいいかしゃよろしいですかはい、良いです。それではよーい、スタート。怖い変なのやんないでねなんだっけね、なんだろうね。あ、今回、はい、ののさん、うなじミステリーという、うなじミステリー、はい、そうですね、ということで、はい、どんな内容になっておりますか？あの今回の曲なんですけど、はい、うなじとミステリーのコラボということで、はい、あのうなじってすごい色気あるじゃないですか。そうですね。その色気の秘密についての話なんですよ、うん、あら、どんな秘密があるんですか？あのうなじには秘密があって、はい、そこからはその女の人、はい、まあ、主人公が女の人なんですけど、その女の人 の, あのフェロモンというか体の体臭っていうか、それがあのうなじから出てるんですよ。おなるほどなるほど。それをあの曲にしたというか、おすごいあの聴いた人みんなうなじをちょっと嗅ぎたくなるというか。あ、じゃあちょっと変、ちょっと変態なね変態気してちょっとねちょっと変態な曲になってますね。なるほどなるほど。でも浴衣で踊るということで。そうなんですよ。ダンスはどういう感じになってるんですか？ダンスはその浴衣の帯を、うん、あーれーってするあ、もうあぐるぐるぐる。あのなるほどね。あの最後にあのメンバー12人なんですけど、はい、うん、あの1人あのまあ、誰かまだ決まってないんですけど、うん、誰かが真ん中に立って、真ん中っていうか端に立って、うん、それを12人でこう引くというか、なるほど、アーレさせるっていう、それでフェロモンを撒き散らす。そうなんです。あ、素敵な感じですね。もういい匂いなんですよ、ね、お、どんな匂いですか？え、もうなんかなんて言うんだろう、蜜っていうか、うん、甘くて、うん、でもなんか甘すぎなくて、うん、ちょっとスパイシーな、うん、あの大人な感じもするし、うん、でも甘いっていう、そのなんかもう本能が芽生えちゃう匂いなんですよ、ね、歌っていてこうどう、なんかの食べ物に例えると何かありますか？そうですね、ザクロかな。ザクロ、なるほどね。
すごい、すいませんね、すいません、そして興奮してしまってあ、ちなみにね、そんな作詞をされたのんのさんですけど、はい、好きすぎて重いというカップリングも、はい、今回のこの曲は、はい、あの多分アイドルファンの皆さんならわかると思うんですけど、うん、好きすぎて重くなってしまう乙女の気持ちを歌った曲、うん、あら結構そしたらじゃあわかる、うん、そうですね、共感する人多いと思います。なるほど、なんかどういう、どの歌詞が好きとかありますか？好きすぎて交通事故に遭いたいっていう歌詞があるんですけど、一見激しいですね、はい、重いやばい感じになっちゃうんですけど、はい、あの好きすぎて交通事故に遭っちゃうっていうなんか血まみれになるシーンがね あります聞いたんですけど、具体的にどんな感じなんですかね？なんか血がもう全身から出るんですけど、はい、その血をあの好きすぎて重いので飲むんですよ。あなるほどあの最近あの吸血鬼とかね、そういう系のものが増えてくるじゃないですか、あのやっぱ血って飲むものなんですよね、まあ、蚊と一緒ですかね。そうなんです。あじゃあ蚊の話つまりあのみんな蚊なんですよね。あなるほど、すごいですね。終了やばいですね。みんな蚊なんですよね蚊なんですよみんな。なるほど、深い話が聞けました。すごいですね。やばやばやばい、難しいよ。難しかった、難しかった。ちょっと話がね、ちょっといっぱいいろいろなっちゃう、うん、ね。でもなんかこれみんなにやってほしいね。やってほしい。どうなるんだろう。やってほしい、やってほしい。気になりますよ。どの曲が一番良かったとかありますか？え、もう曲名を覚えてない、うん、もう白熊とダンスこれで踊ってほしいもん。白熊とダンスいいと思う。白熊とダンス、ね、もなんかありそう。全然覚えてない私。なんだっけ、何サンバだっけ。シューマイ、シューマイ、シューマイ、タコタコって言ったね。こっちの方がいい。分かる。もうなんかザクロしか今頭にないと思ってなんでザクロ。あ、ザクロ出てくるんだと思って感心しちゃった。感心した。よかった、みんな良かったって。良かったよ。あ、牛乳もね、は恋するホットプレート。よかった、嬉しい。そうだ、牛乳しょっぱな牛乳やばかったね。牛乳やばいね。面白いわ。あ、ラスト3人で1つ目の曲、1つの曲。あ、じゃあもう1曲。あ、なるほどね、はい、3人で、3人のチーム。あ、なるほどね、グループ名、ユニットね。自分たちがペラペラ説明する。何に、どの、どれが。それではちょっと皆さん題名をお願いします。お願いします。題名、なんだろうね、3人のユニット曲らしい。あー、あー、ユニット曲、この3人の。いいね、考えられますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？けど私たちが決めちゃっていいのかな。いいのかな。え、どれがいい？天国ラグビー。あ、豚汁とチューリップ。豚汁とチューリップでいきましょう。はい、はい、ね、スタート。はい、はい、今回のね、うん、発売される新曲「豚汁とチューリップ」なんですけど、はいはい、あのいおりはどう？なんか今回の曲の聴きどころとか、うん、そうですね、なんか一見ね「豚汁とチューリップ」ってこう接点ないように見えるんですけど、うん、実は、はい、その彩り豊かというところが共通点で、そこをポイントになっている楽曲になっております、ね、あとこれからね、うん、秋冬春ってなっていくと思うんですけど、ね、あの豚汁あのこれから秋なんですけど、ね、秋冬でやっぱ豚汁を飲みたくなるし、確かに、で春にチューリップ、ね、っていう、ね、これからの季節に向けてのぴったりの曲に、チューリップの振りがあるんだよね。そうだね、こういうね、そうチュジャケシャもこういう楽しい感じにチューリップって感じで、そうそうそう、はい、すごいいい曲なんだよね、意味があるので。でね、途中でなんかメンバーでチューリップの蜜吸っちゃったりとか、こう飲んだりね、そう、こうやって飲んでたりとか、あともう人参ね、嫌いなメンバーなんてポイってしちゃったりとか。私嫌いだからポイしてる。私はそれをキャッチしてる。あ、無駄、再現する。嫌いだっけ。私も嫌いだけど。投げる、投げる。じゃあ私がちょっと再現してみますね。私やっぱね、料理長だから。そうだね、そう、食べない。一緒に投げよう。いくよ、せーの、はい。あ、そう、これ一発で成功したんですね。そうなんです、すごいの、すごいです。いっぱい練習したんだよね。なのでちゃんと成果が実ったシーンなので、皆さん、はい、ぜひ見てくださいよ、はいはい、ということで、はい、この曲10月30日発売になっております。皆さんぜひ聴いてください。豚汁とチューリップ、どうぞ。
でもありそう。ありそう。ありそうじゃない？ショコちゃん頑張った。ショコちゃん。さすがショコ。買います。チェックします。すごい。100枚買ってくれる。神曲なんです。うん、そんなの見てほしい。お願いします。お願いします。聞かないとね、ちょっともうね、後悔するから。そうだよ。そうだよ。聞かなかったら豚汁かけるから。チューリップ投げるから。投げるからね。はい、じゃあ、はい、終わりかな。終わりかな、はい、ということで、以上、アドリブ曲紹介タイムでした。イエーイ。他のメンバーにもやってほしい。ね、やってもらえ、ね、今来たから混乱する。確かに、今来た人なんだろうって思う、ね。そうだよね。ごめんなさいね。はい、ということで、次は、はい、こちらの企画です。はい、題して、イコカルタ。はい、毎回ある頭文字から始まるアイズアジサイセッソ、はい、一つずつ違う一ワードずつ考えていって最終的に愛され50問を50問考えるんだね。そっか、はい、50問そっか、もう完成させて、はいはいはい、カルタを作る企画、うん、それがイコカルタです、はいはい、今日は目から始まるイコカルタを考えてください。はい、目ね、前回花ちゃんが初めておぉ、おぉ、選ばれた、全員選ばれたんだ、これで、あ、これでかわかんないけど、どうだろう、そうなの、目か、目、目、ちょっと今日ダメだな、ダメダメだわ、ごめんなさい、うん、目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 、めいや全然考えてなかった、ね、めめめめできたよ。めえ早っ、考えたさっき。じゃあ私も、ね、のんちゃんがあのエンディングを考えてる間に私は多分これを考えていた。ええ、めめめめめめ、はい、できた。できた人から行く？うん、しょうこから行くじゃん。行きまーす。はい。せーの、じゃん。目指そうね、イコールラブでてっぺんを。おー、すごい。五七五じゃん。そう、目指そうね、イコールラブでてっぺんを。すごい。すごい。頭いいね。やったー。じゃあ私行くよ。はい、のんちゃん。じゃん。じゃん。メンバーのことが一番好き。イエーイ。もう自分の感情のままに感情のままなんかもうパン、ね、これだって、うん、でもなんか何もねあのこういう五七五とか考えてないのがちょっとごめんなさいって感じ。うん、なんか五七五にすればいい。全然わかんないけど、いけた、いきます、いきます、どうぞ。目、ダメだよ。かわいい赤ちゃんになんかつけてるみたい。でもさ、ね、これをさ、ささやきでやってほしいもんね。いやだ、じゃあみんなささやきでやっみんなささやきだよ。今から、今から、今から出した順で、じゃあ行くね。五七五、目指そうね、イコールラブでてっぺんを。うわー、なんかさ聞いてみたい、あの、あ、あ、確かに、確かに、かに、確かに。じゃあのんのちゃん行きますよ。メンバーのことが一番好き。はい、はー、うん、来たよ、やべー行きます。ちゃんと可愛くね、全人類を釣るような気持ちで。どういうこと？いけます。ね、ダメだよ。いこーい。はい、バトルがいいですか、皆さん。食べます、食べます、食べます。番号書きます。あ、番号ね、これじゃなかった。あ、いいよ、大丈夫です。うん、私が1出した順の方がいい。うん、はい、じゃあ皆さん誰の答えが一番良かったか、はい、ちょっと待った、ユーザーが出た。ユーザーの皆さんに投票してもらいましょう。はい、ショコ1、ノンノ2、ヨリ3、はい、ヨリ3、ヨリ3スタート。ヨリ3、ヨリ3、さすが声優だって。お、やったね。キャラクターでありそうだもん。うん、ありそう。ダメよ。デオキシリボ核酸になりたい。何それ、あの細胞みたいな。バカすぎて。なんで誰も目って使わなかったの意外。
なんか使おうとしたんだけど、目なんか目なんか目あ目感じの、でも漢字は目だよ。あ、本当だ。本当だ。意味は使ってました。ちょっと違う。ちょっとまあこの目じゃないけど。うん。どうでしょう、ね。真面目に書いたので2。あ。5秒前。4、3、2、1。カン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 終了です。本当に年々目が悪くなってる。はい。それでは発表していきましょう。1位は。じゃん。1番のしゅこです。すごい、しゅこさんめっちゃない。そうなんだよね。何個目だ、うん、7ぐらい。1,2,3,4,5,6 7個目。すごい、やった。すごいセンスだよね、これは。やった、やった、嬉しい。すごいね。すごい、じゃあしゅこちゃん、はい、もう一回最後に、ね、なんだっけ、おかわりみたいな。おかわりちょっとアンコール、アンコール、はい、お願いします。みんな目指していこう、はい、目指していきましょう、はい、ありがとうございました。以上、イコカルタのコーナーでした。イコタイム、はいはい、今回第50回だったんですけど、はい、あっという間にエンディングタイムです。ね、キリがいいですね、50って。そうだ ね、 ね、50回もやったんだ ね、 ね、そうだね。すごい。1年やっての 2年目、2年目1回目の配信です。楽しかったね。楽しかった、よかったよかった。このメンバー2回目だよ ね、 ね、前もやったよ ね、 ね、っていう話をしてたね。バック行ったねって、めちゃめちゃ忘れてた。忘れてた、言われて思い出した。なんで忘れてた。ごめんって、ごめんって昼そう、ね、あ、じゃあ告知をね。はい、ゴールラブからの告知を。はい、アルンゴ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 、これだ。はいはい誰誰誰はい、10月19日土曜日にラグーナミュージックフェス2019に参加させていただきます。はーい、イエーイ。そして全国握手会、個別握手会、冬の全国ツアー、各仮があるので、うん、はい、皆さん会いに来てください。お願いします。待ってます。全握は予約、全国握手会がね、うん、あのちょうど来週、そう、22日に、うん、に福岡であります。来てください。待ってます。待ってます。楽しみがいっぱいですよ、これから、ね、楽しみ。イベント大好きだからね。あ、そっか、うん、そうだ。じゃあ最終ランキング、はい、トップ5を発表していきたいと思います、はいはい、皆さん今日ありがとうございました。ありがとうございます。5位が、お、見えません、わからボーイさん、わからボーイさん、ありがとうございます。4位がゴリポンさん。あ、うん好きなんだ私も。いくよ。3位が、はい、ヒロさ ん、ありがとうございます。で、2位がかやったんさ ん、ありがとうございます。で、今日の1位が田中忠さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、今週のエコタイムはこれにて終了です。はい、そして大切なお知らせです。大切です。イコタイムは毎週火曜19時から配信中なんですが、来週は全国握手会のためお休みになってしまいます、はい、次回は10月29日火曜日19時からの放送になっています、はい、皆さん配信をね、見逃さないためにも画面右上のハートマークハートマークを押してお気に入り登録をどうぞよろしくお願いします。お願いします。メンバーの個人配信もやっていますので、やってます。そちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。では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 、はい、ではでは、次回の出演メンバーを決めるくじ引きをやりたいと思います。なんか綺麗、かわいい、かわいくなってる。はい、みんないいよ。はい、みんなみんなみんないいよ。いいきます。じゃーん、いきます。じゃーん、モロハシさなー、ツン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 。あとは大谷エミリー、エミリー、はい、斉藤渚、イエーイ。なんかピンクって感じ、なんか強め、なんか何だろう、なんかいいか、なんか色がなんか明るそう、ね、確かになんかパステル、確かにいい大人かなって思ったら、ね、ナータンが来たからなんかいい感じ。前もあったこのメンバー、ありましたか、なんかないなんかデジャブ感、確かに何か見たことある気もするね。ではこの3人がね、来週、はい、じゃ次週、次週じゃない、次回、はい、なので来週、あ、そう、次回はね、リリース直前、うん、
配信になりますので、はい、皆さんお見逃しなく、お見逃しなく、エンディングもねぜひチェックしてください。そ そうだエンディングしたの、ね、私たちが作ったので。そうですよ、聞いてくださいね。お願いします、お願いします。どんな配信になるかな、どうだろうね。でもなんか元気な、元気ワイワイ系感じになりそう、うんうんうん、でね、じゃあ楽しみにしていてください、はい、では最後にお願いタイム。次回配信のこの3人がこれをやったら愛されるということを私たちが考えてやってもらうようにお願いします。次回メンバーへのお願いを皆さん何にしますか、何にしますか、どうする、どうだろうね、なんだろうね。するのが得意な3人じゃない、確かに、うんうん、でも直前だしね、シングル発売の。いや難しいのにしようよ。いいよ、つる系で、つる系で、うん、確かに。何がいいかな、あ、じゃあ、あ、え、 MV の中にあるメンバーの好きなシーンを真似する、うん、あーいい、いい、いい、それをつるっていうのにこう、なんつうの、うんうん、あれして、うん、持ってってやってもらう。あ、いい、いい、どう、いいんじゃない。いいね、直前だしね。そう、発売直前だからいいと思う、ね、あ、ずるい告白もいいな。ああいい、ずるい可愛いセリフもいいな。迷うね。あ、2つにします。あ、いい、いいよ。ああじゃあ MV の好きなところを真似した後に、うん、ずるい告白をする。決定。いいよ、盛りだくさんじゃないですか。いいですね、怒られそうね。ね誰とか言われて、誰が考えたの。皆さんぜひ見てください。はい、お願いします。皆さんもね、このお願いを次回のメンバーに伝えてください。頼んだよ。お願いします。お願いします。それでは今週のイコタイムはこれにて終了です。はい、以上イコールラブの竹脇翔子と野口よりと佐竹奈々でした。バイバーイ。ありがとう。